アカデミー・フランセーズ・アカデミー・フランセーズは、フランスの国立学術団体。フランス学士委員を構成する5つのアカデミーの一角を占め、その中でも最古のアカデミーである。日本語の翻訳として、フランス管理委員が存在するが、この役語が用いられることは、極めて稀である。創立は、フランス文学史上、古典主義の時代とされる17世紀で、 1626年頃から文学者たちが王室秘書のバランタイ・コンラール邸で会合を持つようになったのが起源である。これが最小理主流に認められ、ルイ13世紀下の1635年2月10日正式に設立された。当初の役割はフランス語を規則的で誰にでも理解可能な言語に準化し統一することであり。 その目的を達成するために辞書と文法書の編纂を重要な任務としていた。このアカデミー・フランセーズによる辞書は1694年に書版が出版された後、8回の改版を重ね、現在に至っている。また、フランス語辞書の編纂以外にも韓国を発することなどを通じてその任務を遂行している。現代ではアカデミーの役割自体については、 必要な変化には柔軟に対処しながら、フランス語の質を維持するというように若干の変化が見られるものの、依然として辞書の編纂は重要な任務の一つである。また、こうしたフランス語に関する役割以外にも新たな第二の役割が追加された。それはメセナであり、年間およそ60もの文学賞の授与から、美術界、学術界、文芸会、事前事業団体、 家父や障害者世帯に対する金銭的援助、そして奨学金の提供に至るまで様々な形で行われている。2008年には、現フランス学士院総裁、ガブリエル・ドブロイによって、フランス学士院として初の美術展覧会が、グーテンベルク以来変容し続ける、印刷術、書子学をテーマに開催されている。アカデミーは定員を40人として、詩人、小説家、 版画家、演劇家、哲学者、医師、科学者、民族学者、批評家、軍人、政治家、聖職者といった様々な背景を持つ面々で構成されてきた。会員資格は終身であり、会員の死亡等で欠員が生じると、現会員の推薦と選挙によって、新会員が決定される。3世紀以上に及ぶ歴史を持ちながら、 1793年から1803年にかけてのフランス革命期を除いて定期的に活動を続け創設以来これまで700人以上が会員として名を連ねた。その中にはフランスの歴史を様々な形で彩った偉人たちが数多く含まれている。アカデミーの会員は大礼服のような制服が定められている。エルハビットバートと呼ばれる上着。 ベスト、性別によりズボン、またはスカートに格望、拝見などからなる。定員40人制を堅持しているため、いわゆる41番目の椅子で待ったまま、会員になれず死去した著名人も数多い。このような人物として、デカルト、パスカル、モリエール、ルソー、プルーストなどが挙げられる。リシュリューによるアカデミーフランセーズの印にあえる。 エマータリテと刻まれていたことから、会員は、レイモルテルという異名を持つ。アカデミー会員候補だった、アンドレ・ルーさんは、SI 受衆にある、ジュセライ・モルテル、シジュ・シュイ・バッツ、ジュエヌ・イエヌ・ムーライ・パ、と言った。ルーさんは1973年に会員に選出されている。ありがとうございます。